ジョーダン・エム・レナートンは、カナダ連邦ブリティッシュ・コロンビア州ラングリー出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。2004年、MLB ドラフト50巡目で、トロントブルージェイズから指名されたが契約には至らなかった。2005年、MLB ドラフト41巡目で、ミルウォーキー・ブルワーズから指名されたが契約には至らなかった。2008年、 MLB ドラフト33巡目でデトロイトタイガースから指名され入団。2012年9月11日に第3回 WBC 予選のカナダ代表に選出された。2013年トリプル A 級トレド・マット・ヘンズに昇格。シーズン途中に行われたオールスター・フューチャーズゲームに選出された。この年はトリプル A 級で139試合に出場し、 17、本類五57打点、打率、278だった。10月1日には、ローリングスゴールドグラブ賞のマイナーリーグ、一類主部門を受賞。11月20日に40人枠入りを果たした。2014年2月17日に、タイガースと1年契約に合意した。開幕後は13試合に出場したが、5月5日に40人枠を、外れ。 トリプル A 級トレードへ降格した。2015年は6月17日に2015年パンアメリカン競技大会の男子野球カナダ代表に選出された。7月に行われた同大会では2大会連続2度目の優勝を果たし金メダルを獲得した。一方、7月24日にタイガースからリリースされた。2015年7月27日に アトランタ・ブレーブスとマイナー契約を結び、トリプル A 級、グーインネット・ブレーブスでプレーした。オフの10月20日に、第1回、WBSC プレミア12のカナダ代表に選出された。2016年3月21日に、ブレーブスからリリースされた。ブレーブス退団後は、カナディアン・アメリカン・リーグのケベック・キャピタルズに入団し、2018年までの3年間プレー、した。 ありがとうございます。